今あのここにある前髪をガッてこっちにやって前髪なしこちゃんになったんですけどまあいっかってことでしかもまあさあのー、リップしか塗ってないすっぴんだからいつもと顔が違うけど許して許してね <laughs> メイク吸い取り1個目ありがとうおめでとう1個目嬉しいありがとうえー キーさんキーさんね、KJ さんありがとう来てくれて嬉しいツイッター,ーやんえー、Y イケオール初見です初見詐欺罪で Y イケオール逮捕ですあ、おゆうくんスイートンありがとう楽しんでる大阪あの、めちゃさこの間書いた名刺と一緒にさ写真撮ってくれてたよねありがとう、めっちゃ嬉しかった DM もいいっっぱい送ててくれてありがとうなんめっちゃ食べたい美味しそうちなみに私は今日はあのー、あそうあの私ねよくそのレッスン終わりとかに一人でご飯行くって言ってたじゃないですかであのー、なんだっけなそうめちゃさあのよくサラリーマンの方とかが多いところに行くって言ってたと思うんですけどそうなんか松の家 ねそう言ってなんかねそうあのささみかつ、ね、食べてきためっちゃしかもご飯大盛りで食べてマジで本当に多分あのびっくりされた周りの人とか多分店員さんに「えっこ,の子こんな子がご飯大盛り食べんの,食べんのか?」みたいな <laughs> ちょっと視線を浴びたねな気がしました。 そうななんですよなんか今増量中だったから食べてきた美味しかったでもお腹ねいっぱいなったいつもでもお腹いっぱいすぐなるんですけどなんか全然まだねあの今入る <laughs> そうなの謎に食欲だけはあるっていう「羽山さんすいといありがとうシュノーシュマイルすいといありがとう」ういといとうえー「たぬきのすいといありがとう」来てくれて。 ありがとうあのカルプラもありがとうね送ってくれて嬉しかったやすさんすいたいありがとうゆいなちゃんありがとう100回目訪問パチ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 おめでとうこれからみはるの配信見に来てくださいありがとう嬉しい100回前髪なしこちゃんですってしとこ そうなんですよ最近さ仮合メンバーちゃんねレッスンの時とかでもみんなお化粧してるからマジそうえしかもさ本当にさそう格好だけあの今日はボイトレだけだったからダンスの時とかはジャージなんですけどもだるぎなんですけどボイトレだけだったからちゃんと格好はね可愛くしてきたんですけど。 そう顔はすっぴんというねあのめっちゃチグハグです <laughs> カイトくんスイートありがとう来てくれてカイトくんえねねイトくんさフーピョンにさなんか連絡してくれたのかなちょうどさこの間さフーピョンからねあの連絡が来てめっちゃびっくりしたんだよねありがとう嬉しいハセちゃんしかたんありがとうハセちゃん来てくれて。 ヤッやっほーおとといありがとうあっさとしんたんヌピこちらこそありがとうだよ嬉しい来てくれてまた話そうねあっえ赤、ー、月さんこんばん,はあ,んはありがとうタヌキのかもありがとううれしいマジでさっきまでさ前髪巻いてたせいで前髪が浮いてるからピンとめとかマイメロちゃんですちなみに「よまーるんかわいいありがとう」 えー、よしぽぱさんこんばんは。前髪分けてもか優しいでもね私ね眉毛ないんですよ。眉毛ないからね前髪分ける時はあのせめてものあの眉毛描いてる時じゃないとあれなんですけどまあ割かしでもなんか配信だとさもう,もうすっぴんも見せてるし前髪,前髪分けのすっぴんも見せてるからもういっかって感じで。 <laughs> でもねいまだにライブとかだと前髪なしはまだあんまりやったことないからちょっとやってみたい気持ちあるあのー、ななさちゃんにもすごいやってってめっちゃ言われてるから流れ星ありがとうねさとしんたんるんかねこんさんすいートよおいふくんかいえー、ありがとう嬉しい <laughs> 嬉しすぎるいっぱいツイートもねしてくれてありがとうめっちゃ嬉しい リシさんすいとうよん。えー、アンパンさんすいとうありがとう。みゆちゃんかわいいありがとう。うれしい。今日もめっちゃかわいうれしいなみんな褒め上手ほんとに。みっくんすいとうりがとう。えー、スリープライオン。あっショーゴールンかな。初見詐欺罪で逮捕です。えきゃるんぬんすいとうよん。えっ、ー、と。 ららぶろかもしれないしらんけどえこれさあ,あ違う違うかった全然ありがとうございます来てくださってこんばんはあおゆうくんハートありがとう嬉しいハート當山るしかかたんかぼちいありがとう優しいいつもか愛いから問題ない もう満タあなた幸せにするアイドル。すっぴんも顔にありがとう。今日もかわい。優しい。エイナルの散水タウン4。私がその顔で毎日すっぴんで言うえ、そんなことないもうね。なんかさまださあのー、都会じゃなければね。いいけど、もうさ東京だってさ。昔なんてさ。福岡から東京に旅行してた時はさ。そんなすっぴんで歩くなんて。 こと考えてなかったからさ。東京の街を、もう今では不思議な感じ。<laughs> いつもと違う魅力がある、優しい、ありがとう。キサラぎさんしか勝たん、ありがとう。くまちゃん可愛い、ありがとう。嬉しい。カムカムさん、すいたい、ありがとう。ええー、明日ついに六百、え、そうなんです。明日ついに六百日で。 多分夕方過ぎぐらいから600日お祝い配信できるのかなーって思ってるのでそうでもどうだろうな全部言うて言うてでも8時とかぐらいかなできたらいいなーって思っておりますスティーブルームスイートインありがとう来てくれてスティーブルームも,もさ R1 飲んでた <laughs> 私も今日はねそうヨーグルト食べました お楽しんでるよかったいいね大阪行きたいそう松の屋に行ってきた松屋はまた違う牛丼屋さんえマジさね全然多分さあの私しかもよく「あの第一印象とか全然食べなさそう」って言われるんですよなんか結構あのパフェとか食べてそうみたいな。 カフェとかにいそうって言われるからなんかそうクソイメージ全然ちゃうやんみたいになりそうベルケンタさんスイートにありがとう松のおおそうなのえ私もめっちゃさ松のやあのー、こっち東京住んで行くようになったの全然福岡の時はあんま行ってなかったんだけどそうだからえー、いい一緒ご飯行きたい えマジで私めっちゃ食べるんですこう見えて本当にカレーあいで一番食べる多分「ごえさんすいといありがとう」読んでくれてありがとうねいろいろやらかしてますえそんなことないよ本当にすごい嬉しいめっちゃ気持ち伝わるしいっぱい考えてくれてるんだなっていうのが伝わる <laughs> あショーありがとう来てくれてヤッホー嬉しい えそうレッスンでもお化粧はマジで女子力高いマジで私は本当にあの女子力皆いかもしれません <laughs> あおゆうくんありがとうアイスくれてアイスのまいアイスのまいありがとうもうさマジで暑すぎてもう本当にねアイスをあの毎日食べていかないと生きていけないです私は本当にあのー、もう暑い <laughs> 暑いよね本当に今日のピンクの洋服めっちゃ似合ってて可愛いありがとうこうちゃんこれねエブリンさんだったっけなのお洋服あエブリンさんじゃないわ間違ったスワンキスさんだっけなお花がついててあの長いスカートのワンピなんだけどそう私結構短いスカート多いから長いスカートのワンピ意外かもしれません前髪どこに捨ててきたの もうさ私さ前髪絶対ありが好きなんですけども前髪大,大事なんですけどもうこういう時はもうね前髪ちょっとやっぱお家とかにいるとさ前髪大体止めてるんですよねやっぱ邪魔になっちゃってしかも私の場合さパッツンとかじゃなくてあの巻くからさアイロンで長くてそう邪魔になっちゃうのよね「ひろのさん水筒とありがとう」来てくれて何でそんなに可愛いんですか えー、ありがとうえマジすっぴんだよこれ可愛いわみんな優しい <laughs> お世辞だよ絶対ありがとうまゆみろちゃんのピンめっちゃか愛いいいでしょこれそうなのこれの,あのキラキラバージョンもねソファンの方からもらって持ってるのマジピンって大事ちゃんとお医者さん行って偉かったえそうでもねめっちゃ悲しいなんかさ本当にねそうコロナにかかってから なんかマジで3ヶ月おきぐらいにマジで本当に23ヶ月おきぐらいに風邪ひくようになってでなんか確実にそれが毎回同じ症状なんですよなんんかそんなにめっちゃ熱が出るっていうわけでもなくまあ、熱出た時とかもあったんですけど必ず鼻から入ってでそれがなんか喉になってそこから咳になるっていう症状なんですけどなんかその同じね病院に行ったんですよ今日。 あのボイトレ終わった後にそうカルプラにも書いてたんですけどでそしたらやっぱなんかその前と同じ症状みたいな感じでそれを繰り返してで,でなんか「コロナいつコロナもしかしてなりました?」って言われて「あなりました」って言ってでなんか「でワクチンとかも何回打った?」って言って私確かワクチン1回しか打ってなくてでしかもなんかコロナに。 かかってでしかも女性っていうのでもう何て言うんだろう私がその今日その診断された症状がなんかもうほぼほぼそのコロナの後遺症でなってるみたいな感じで言われてでもなんか納得したんですよそのあだからかと思って本当にねそうなんかマジであの体調がねもう本当に何て言うんだろう万全な時もうそんなにもう。 枯れ合いになる前は結構その体調そこまで崩すことなかったんですけどそうなんか多分枯れ合いになってからもそんなになかったんだけど多分コロナかかってからかなまあ、最近さ最初の頃に比べたら忙しいっていうのもあるんですけどきっとなんか多分やっぱこうコロナって怖いなと思って そうびっくりしてでもなんかそのまあ職業的にも声を結構使うお仕事だから何て言うのこの症状この病気っていうかなんかになったら私の場合結構その声が枯れたたりりハスキーにななっすするんですよでなんででよかそういう症状に,にもあんまりこうならないためにもなんかなんていうの手術じゃないけど治療的なのがなんかあるんですけどでもそれがなんかめっちゃ めちゃくちゃゃく痛いららしくてもうだからもうえマジで痛いの勘弁っていう感じだからちょっとそれはさすがにちょっとなんかやるのは怖いなと思ってちょっとなっていう感じなんですけどでも結構繰り返しちゃってるからね本当にもうあの時さ本んにさんでコロナかかったんだろうってもうねマジでショッキングだったでもまあ原因が知れてねすっきりした気持ちはあるけど。 ななかなか難しいよねしかもそのさ今日さあの調べてもらった時の検査もうマジでもうねなんか気持ち悪くて本当にね嫌だった私あの一番ね病院で嫌いなのがあのインフルエンザとかコロナとかの,あのなんか鼻に入れるのも本当に私大嫌いなんですあれは本当にもう死んでもやりたくないっていうくらいもうあれやるならバンジージャンプやった方がいいっていうくらいなんだけどなんか胃カメラとかもだから絶対無理。 そうもう本当になんかあの上ってなるだからそんな感じのなんか今日検査されてもうねもうあの本当に涙出てきた <laughs> でもねまだ鼻声だからね悲しいそうなの明日もお仕事あるんですけど早くね治ってほしいお薬お薬もらったからね ミハムのスイートシオちゃんスイートにありがとう来てくれてワイケンオールもアイスありがとうアイスのまいアイスのまいありがとう嬉しいシャボン玉も送ってくれてありがとう夏野菜のスープカレーいいねなんか夏って感じだね <laughs> カズサピルンスイートイありがとうチャチャまるさんこんばんはタヌキのシャボン玉ありがとう ともさはじめましてあっ初見詐欺罪で逮捕です松屋、ま、松あ松屋じゃない松のや松の家で頼むメニューえなんかね結構期間限定のメニューが私多いかもそうそう期間限定よく頼む期間限定大好きもんマ YD さんこんばんはありがとう来てくれてこんばんはえー ミハルの方はそれなりに考えてありがとうもう365日24時間ミハルの方考えてねミハル英語は上手ですか下手です私は勉強ができないんですよなんか小学校ぐらいまでは勉強めっちゃ得意だったんですけど宿題も夏休みの始まって3日目とかで終わらせてたんですけどいつの間にかまああのー、勉強が 嫌いになりましてまああのー、ついていけなくなって中学生ぐらいから難しくなってなんかもう宿題も最終日にあの大慌て汗汗っていう感じであのー、めっちゃ苦手ですね <laughs> 英語特に数学英語ダメですあ漢字もかわいいありがとうなぬきるんの 毎日アイス食べたいね毎日アイス食べたいあのー、私は冷凍庫に毎日アイスをねストックしてますみはるちゃん前髪ありーもでこ出しも全部似合っててかありがとう私はねでこがね多分狭いんですよねちょっとそうなんですよ前髪分けてるの似合ってえー、ありがとうゆうくん嬉しい 前髪だからか、横にしかかみないよ弱し。雪をるんるんるん。あの、横に、あれは、もう満体。<laughs> <laughs> 伊豆ちゃんさん、すいと、ありがとう。ただ、最初見たときは、すっぴんだとか、接触かいと思っても、あ。でもさ、あるあるだよね、なんかさ、もう、最初にさ、先にさ、あの、すっぴんを見せてた方がいいとか言うよね。そしたら、あの、差がさ、もう、あれないからさ、そんなに。 フレームさんスイートありがとうーあ二2回だったっけ私2回打ったっけあえ二2回だったかもしんない私じゃ覚えてないんだよねママに聞かないと分かんないえそう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 だからそうめっちゃ風邪ひきやすくなったからマジで後遺症らしいでもなんかコロナの後遺症っていろいろそれぞれらしいですもんね ガクさん初見ですありがとう来てくださってハニーワークさんサンドプロデュースのカレンナイボーのハザアミハネです二十一歳の福岡県出身ですよかったらぜひ初見さんツイッターやショールームのフォローまたるけーお願いします AJ さんスイートありがとうタヌキのシャボン玉ありがとうえコロナ急並みとかあんのマジえまだコロナって流行ってるのかな ほんとに「ユースケすイとんやありがとう」来てくれてあっサトシンタールンルッピも「レインボースターありがとう」そうだからママとかと相談してって感じかなでもそれ絶対やりたくないほんとにそれやるならマジでバンジージャンプする <laughs> 自動的えそう自動的にマジでさ涙出てくるのもほんとに大っ嫌い。 えそうイカメラなんてもう無理無理な世界もうあの違う世界です私とはあっアリさん今日も来てくださってありがとう嬉しいおゆうくんだるまありがとう嬉しい早く会いたいなあー毎年健康診断大学あるのか私人間ドック行ったことないんですよねヨガタ4号さんこんばんはメイくんありがとうシャモン玉 曲向かうとき、ズノの動画見て、問題とき、え <laughs> 嬉しい、ありがとう、ズノー見てくれてたよね。あの、なんだっけ、あれ、スクショしてくれてたよね、僕とランチ行きませんかのやつ <laughs>。あれ、やばいよね、本当に。もう、我ながらえ、え、あんな英文読んでもわかんない。えでも、おゆうくん、めっちゃ頭良さそう <laughs>。もう、私は、あの、英文、マジで無理なの。マジ、どこに何を置くとかわかんない。なんか なんだろう「アイライク」とかそんくらいしか分からんない「アイライク」アイスクリームとか「アイライク」「ストロベリー」とかしか分からん美ルは勉強しないけど頭いいえそうなのだからあのやればできる子だからあの勉強したらちゃんとねできるんですよ <laughs> でもしないだけあのもう勉強は一生したくないもうしないと決めてますので <laughs> やりたくないリモさんかわいいありがとう メイだ誰もありがとう。配社終わってアイス買いに行こう。いいねアイスみんなは何アイスが好きなのえそうなんか急にさ中学校上がった瞬間難しくなるよね。こげつねねさスイートいやーなんんななで猫に鬼鬼いいてない、ね、<laughs> 鬼ここになんか書いたら叶うのかな えめっめちゃそれれ言われるのやばくないないんかさえそうあのさ私めっちゃびっくりすることにさ普通さあのお化粧した方がさめっちゃ目も大きくなってあの可愛くなるじゃないですか。そそうそうでもマジで私めっちゃ言われるのが本当になんか友達とか本当あのお父さんとかにも言われるんですけどあのね っすかねちょっとあのプロの方にお化粧してもらいたい私あのねむつきさんメイクやってあのやってもらいたいんですよねいつかそうあのナーたンさんとかミカニゃンさんとかやってもらってるそうむつきさんメイクめっちゃやってもらいたい。 そうでも私メイクはね本当とに、まあ、頑張って研究はしてるんですけどそんなに上手くないからそう上手になりたいマジであのねかれ合いメンバーでメイク上手いのは本当にねあかりちゃんはマジでメイクめっちゃ上手あとみやたんも上手だしそうでも福ひにゃちゃんとかもめっちゃ上なんか福ひにゃちゃんとかは最初はメイク全然してなかったですけどその今もメイクめっちゃ上手で。 そほんとすごいみんな研究がすごいよね山里さんスイートありがとうなめなめさん吸いーりよんありがとうあっ9っていうのか <laughs> やばいやばい汗汗だあいあいさんだるまありがとううちは残念ながら嫁さんと長長が最近これがあそうなんだえー、もうお大事にしてください本当に。 ね、あのコロナってさかかった時も辛いけどその,後のなんの後遺症も怖いよねだからねもうコロ今まで私かかった病気でいっちゃんコロナがしんどかったかもしれんパープルンかわいいありがとう都会で頑張って美晴は偉いでも東京憧れてたから嬉しいでもた之きるんね陰性だったのよかった陽性があれだよねだって 今日自分の好きな仮面ライダーの M. V. がボックス後の M. V. に使われてたよ。どういうこと、どういうこと、M. V. が使われてた。え、待って。なん、どういうことだ。そ Y. D. K. <laughs>。いいね、なんかラムネアイスとかジューシー系食べたくなるよね、夏って。いいな、フルーツのね、クレープアイス。 クレープも美味しいよねスピンぴん幼い感じがあってえそう私銅眼なんですよねマジで21歳じゃないってよく言われます21歳なんですよこう見えて <laughs> でもお酒はマジで飲めないです全然飲まない <laughs> ジュースの方が美味しいというまだお子様です私は <laughs> あーくんを大事になりありがとう嬉しい 優しいねライブ行きたいんで絶対体調崩したくないえおゆうくんも体調崩さないように気をつけてねもうほんとここ最近バカン暑いし <laughs> みんなこまめに水分補給とかとってほんとに私も今日さちょっと外出ただけでもう暑すぎてヒー,ーってなってたから <laughs> ねでもさあんま食欲ないって言ってたからすごいね心配無理しない無理しないでね 場所が同じだったみたいってこと。そうなんだ。ええ、すごい。ええ、そうなのね。初めて会った時めっちゃ幼く見た。え、やっぱり、なんかそう、私までで、あの。高校生。とかって、あの言われるの、大学生じゃなくて、高校生って。やばくないですか <laughs>。そう、多分、なんか成長止まってるのかもしれない。 そうなんですよねー全然全然21歳なんですけど23日楽しみにしてる、えー、ありがとうやったね23日楽しみだねもう言うてもうすぐ今週はスパーク山中湖ねえドキドキもうさ山中湖さ大丈夫野外もうみんな暑いからね 日焼け対策とかもちゃんとねしてね健康診断の結果見て最近は栄養を管理と食事制限の生活えらいで私も最近はあの栄養とかちょっとね考えてるミハフ美は天使だからねえー、ありがとう嬉しいアリさん友人に渡した手土産のお菓子を一緒に食べてえー、最高じゃん お土産私も大好きなんか絶対やっぱりさどっか行くとお土産買いがちになっちゃうあー確かに食欲ない時なんかゼリーとか食べやすいあとまだ制服いけるやった <laughs> 制服いけるの嬉しい美晴れちゃんないしだけどいつ見ても16か17に見える。 年齢詐称し,していいかな年齢詐欺しても「すうけありがとう」来てくれてこんばんは嬉しいありがとうねそうね山中湖までにあのよくなるといいなねえ明日の配信はね多分帰ってくるのがうん 多分はっうーんとね7時とかには帰れるかなだから8時とかには配信はもうしたいなって考えてますそうちょっといつもより早めかな愛のスカイラインさんかわいいありがとうジュースで五条先生が食べてたえこれなんだっけあのさ読み方がいつもわかんないんだけど今コラボとかしてるよね何だったっけあああののれでしょあの 饅頭的なの。<laughs> そうそう。その。早い。いや、明日はもともとね、あの早いんだ。あのお仕事終わるのが。そう、私、私は終わる時間が。あのその分。行くのが早いから、終わる時間早いから。そう。 えそうガストでもね呪術廻戦やってるのあでもね明日はでもなるべくあのー、600日配信だから長くしたいなと思ってるからそうよかったらもし来れるタイミングがあったらぜひぜひ何逆に何時頃だったら来れるとかあるそうでも今日はねもう,もうそろそろね配信終わろうかなと。 思います本当はね本当は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 ねあの昨日もさ今日もだけどお歌とかもいっぱい歌いたいしそう毎日歌うって決めてたしいっぱいみんなと話したいんだけどそうちょっとまずはねあのお仕事明日のお仕事のため,ためにもちょっとお風をね直したいと思うので終わっちゃうの申し訳ないんだけど。 終わりたいと思いますみんな明日お祝いしに来てねあ22時とかおお。ー OK ありがとう教えてくれて20時か25時までやってくる <laughs> めっちゃ幅広いね超絶長い超ロング配信じゃないソランさんこんばんはありがとう来てくれて嬉しいありがとうこの間ありがとうソランさん ね、休みなのよかったやったね嬉しいありがとう私えそうあの今季さまだドラマ何も見てなかったんですけどあの今日から始まる23時から始まるウソ婚っていうのがねそう見たいんですよあの長濱ねるさんがそう出ててしかもそれ私漫画見てたんですよだからめっちゃ楽しみなんか最近少女漫画とかがさあの映画化 なっててるの多くて映画ととかかドラマとかあとあれも見たいのあの映画「あの交換嘘日記」「なあたんさんが出てるの」なんですけど桜田ひよりさんとかも出てるのそうなあたんさん出てるから「交換嘘日記」も見に行きたいんですよね。ありがとうみんな優しい。 あやくんすいとんありがとう来てくれてこんばんはうれしいそう前髪なしこちゃんなんです今日はでもね顔がすっぴんだからおわたなんだけどふふ <laughs> でなーたんこの間誕生日だったよねなーたんさん大好きもう憧れでおちだからなーたんさんみたいになりたいゾのさんすいとんありがとう来てくれてありがとう じゃあちょっと今日は配信そうえりたいと,思いますそうとはねそうまだ歌とか歌いたいしみんなといっぱい話したいのそうめっちゃ話したいんだけどねそう明日のお仕事とかの今週の山中湖とかのためにも明日はでも600日配信でちょっと長くしようと思ってるのでちょっと配信終わりたいと思いますそうなんかね あのー、最近そうめっちゃ風邪ひいちゃってるんですよ風邪ひいちゃってるんでそれが今日病院行ったらねコロナの後遺症ってそう言われちゃってそうなんですよだから早くちょっとお薬飲んで治したいと思いますお風呂入っていろいろとねやることやって寝たいと思いますありがとう やってくれるだけでありがたうええー、そんな優しいありがとうそう今日はちょっとあのラジオの方がいいかなとか思ったけどみんなとねそう話したいって思ってちょっと <laughs> あのスピンだけど顔出しにしたマジでゆっくり休んですええー、ありがとうなおやくん優しいありがとうすぎるあの昨日のさあの メッセージくくしてくれてれたのも,めっちゃ嬉しくてもうね本当にねあのその直哉くんが書いてくれてた言葉ですごいえこれからも頑張ろうってそうめっちゃ思えたからありがとう本当にもうこちらこそだよもういつも元気もらってるばかりだしってあの誇り高きアイドルの <laughs> 歌詞の通りだって思って。ありがとうみんな ありがとうじゃあ順位を読みたいと思います十三位はせちゃんありがとう12位スティブルンランありがとう十一位里新丹ルンピありがとう十0位たけぴありがとう九位おゆうくんありがとう八位めいくんありがとう七位ごえいさんありがとう六位ゆきわるるるありがとう五位レイナルドさんありがとう四位みっくんありがとう三位りんしさんありがとう YKO‐LUN ありがとうそして1位田中き朗ありがとう皆さん今日も配信で見てくださってありがとうございましたプチトマトさんすいといありがとうすっぴんが一番かえマジですっぴんがさ一番可愛いってめっちゃ言われるんですけどなんでだろうすっぴんブサブサよ本当に <laughs> 優しいわねみんなありがとう嬉しいな でもそう思ってくれたのな良よかっためっちゃ嬉しかった本当にこれからも直哉くんの人生を照らせるような存在になれるように頑張るねありがとう本当に浴衣の日でこ出ししてくださいわでもいつかでこ出しでライブするねじゃ楽しみにしててね愛さんすいといありがとう そうコロナの後遺症めっちゃ長引くらしいですほんとにマジで全然何年とかなるらしいびっくりだよねさピぴんやった野鳥すっぴんだからちょっとしかスクショタイムしないけどよかったらスクショしてください <laughs> 待っていや浴衣の日です浴衣の日限定だった めめろちゃんめめろちゃんと一緒に撮ろうかなメメロちゃんつけてたからありがとうユンスケさん茶バターかな ミハルのスイートありがとう初見さん大歓迎ですハニーワークさんサンドプロデュースのカレンナイブリのハザワミハルです二十一歳の福岡県出身ですぜひ初見さんはツイッターエシャルームのハローマットルケンぜひぜひ毎日配信してるのでよかったら見に来てくださいありがとうみんなありがとう優しい確かにお化粧すると大人っぽくなるもんね み <laughs> はるん照らしてくれるの懐中電灯で <laughs> 面白いそれもそれもそれで面白いねありがとうたくさんソポーズしちゃった結局 <laughs> ではでは皆さんまた明日の配信でお会いしましょうルームおつみはるんおやすみはるんありがとう 明日よくぜひぜひ600日配信なのでお祝いしてくださいまたねバイバーイ